おはようございます。 YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。今日一郎です。最近セブンイレブンの1週間が経っていて、なかなかマクドナルドの新商品を食べることができなかったのですけども、その時はその縛りから解放されて、今からマクドナルドの新商品を食べたいと思います。イエーイというわけで、なんかマクドナルドでというわけでマクドナルドで新商品が出てたんですよ。これ何？私のコーヒーですから。ココアとミルクティーも新商品になったの。うん、ココア普通の？うん、ミルクティー普通。それも新商品なんですよ。可愛らしいフォルムですね。チェダーチーズポテトですって。はい。どう？あり。じゃあバーガーの方行っていいですか？はい。これはいただきます。なるほど。今回チーズが濃すぎってことだったから、うん、一口じゃ分かんないなと思って。あ、なるほどね。でチキンの方なんですけど、うん、正直パサパサ、あ、パサってるね。で、ものすごくあのブラックペッパーの強いザ・お味みたいな、あ、アメリカ。食べ続けてみた結果、チーズが濃厚っていうイメージはなかったな。とにかくブラックペッパーの味がすごかった。さあ、ビーフで、もちろん分かるやつもあれですね。チキンがビーフに変わった。いただきます。おお、ビーフの方がチーズが濃いのね。なんかチーズらしさがすごい感じられた。食べてみてか。アメリカのチーズって感じする。やっぱな、なんか昔ニューヨーク住んでたしな。うん、あ、今から英語で喋ろうぞ、お互い。 OK、 Do you taste your hamburger? Very very thank you. You say I love hamburger. You die.I'm from Hamburg. Yeah. Deluxe cheese beef. Ooh. Okay. Or nothing. 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 Corn soup or restaurant. I'm corn soup. Oh, you corn soup. Yeah.You brought is corn soup? Brother! 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 Danger! Oh no! Omakai na. Omakai na. ちょっとキョちゃん、英語じゃさ何も伝わらないから、ちょっと日本語で味解説してよ。結果発表！今回も必勝バーガーを超えることはなく、なるほど、私の中ではちょっとヒットしませんでしたね。ただココアはうまかったな。ココア、これから寒くなってくる時期にかけてマックに行った時にバーガーやポテトではなく、マックカフェでココアをいただくっていうのもおつなもんかもしれませんね。ちょっとね、今回のハンバーガーシリーズはものすごく味が濃かったので、女性受けはしないかも。胡椒の味大好きって人は、うん、もしかしたらもうヒットするかもしれんし、うん、何言ってんの教授、これこんなにうまいのにっていうかもしれんけど、ちょっと俺には味が濃かったかな、うん、なるほどね。じゃあ英語でどうぞ。リップリップデンジャラスデンジャラスデンジャラスボーイストロング You strong boy. Oh, strong. He is strong. Cerberus. 顔3つない。Cerberus. Cerberus.